こんにちは、速稼塾の小林です。今回もね、億万長者合宿のリレーを続けていこうかと思いますけども、あ、吉谷さん、限定公開外れましたね。よかったです。で、ハゲの例の動画ね、私もね、見かけたことあるんですよ。じっくり見たことはありませんけども、見た瞬間どういったことか分かるじゃないですか。いや、だから若ハゲを隠そうとすると、まあ普通の人なんですけども、それをさらけ出してね、いかに自分がかっこ悪く立ち回るかっていうのは、別にかっこいいわけなんですよね。なんかその清々しさもあるし、なんか気になるんですよね。どう考えても自分よりも見てくれが悪いぞっていう風な男の人が集まるんですよね、きっとね。どういう風にここから人生打開していくのか、この見てくれと、そして借金とどう戦っていくんだみたいなのが、すごく興味があるというか、意地悪な共感を読むのかなと思うんですよ。ただ、完全な意地悪じゃなくて、ちょっと応援してる気持ちもあるんでしょうね、で、やっぱこの人のね、そのやり方はすごく上手で、これがね、自分一人で考えたとしたら、ビジネスセンスは私より断然上ですね。もうね、完全にこの人に学ばないといけないかなというところがあります。はっきり言ってね、ハゲですら羨ましいと感じさせる、ハゲだからこの人は稼げてるんだみたいに思わせる力がありますよね。だから通常は頭つるっぱげ嫌ですよ。嫌なんだけども、でもこうなるとね、なってみたいなと思う気持ちがやっぱ出てきますよ。そう考えると、吉谷さんはちょっと中途半端なハゲなんで、どっちつかずだから、ハゲブランディングはなかなかね、難しいのかなと思いますし、私はもう全くダメですね。白髪ブランディングですね。まあ最近染めましたけど、また2月に1回かね、1ヶ月に1回染めないと、本当にね、白髪のおじいちゃんみたいになってくるんで、私もね、いつも若々しくキリリとしていたいなという気持ちはありますんでね。はい、そういう風な前提でお送りしましたけども、 YouTube で、アクセスを取ろうと思ったら、自分のかっこ悪いところとか、なんか情けないところを見せていくっていうのはやっぱりいいみたいですね。昔、麻雀放浪記っていう雑誌じゃないや、小説の中で、坊や鉄っていう主人公がね、サラリーマンをやる瞬間っていうのがあるんですよ。で、サラリーマンになってよく分かったんだがっていう書き込みで、始まるんですけども、人に好かれるにはなんか一定の法則があるっていうふうにね、麻雀の捨て牌読みみたいなこと書いてあるんですよ。その中の一つに、自分の弱みをきちんと見せることってありましたね。適度に相談をして自分の弱みを見せると、目をかけてもらいやすくなるとかね、人の警戒心がこうほころぶっていうところがあるんでしょうね、きっと。だから完璧パーフェクトな人っていうのは、鼻につくっていうフェーズがあるんですよね。鼻につくフェーズがあって、完全な憧れるっていうフェーズが、その随分高いところにやってくるんでしょうね、きっと。機動戦士ガンダムで人気のキャラクターっていうのは、シャア・アズナブルっていうね、そういうのがいるんですけども、もう一人ね、あれですね、グフに乗っている誰だっけ、忘れちゃったな、ハモンラルじゃないや、ハモンラルのお父さん、おじさんジンバラル、ランバラルだ、ランバラルね。そのランバラルさんって、やっぱりね、自信に満ち溢れたおじさんなんですけど、むっちゃかっこいいんですよね、で、このランバラルっていう人は、そのマクベっていうね、上官の作戦によって、意地悪によってですね、モビルスーツの援軍が受けられなかったんですよ。その時に、いや大丈夫だと、わしは素手でもやりのけるって言ってましたね。かっこいいなと思いましたね。何言ってるのか分からなくなりましたけども、かっこ悪さがかっこいいみたいなところがやっぱあるんですよね、人にはね。かっこ悪いところさらけ出すのがかっこいいみたいな。私もね、だからセルフバックの時っていうのは、麻雀屋がこんなにダメだったんだけども、インターネットって本当すごいですよっていうことをね、お話したことがあります。最初のうちは言えなかったです。最初のうちは麻雀店はそこそこうまくいってて、そのビジネスセンスの余ったところを生かしてネットビジネスに参入したんだなっていうふうに思っていただかないと困るんで、とてもじゃないけど本業がね、麻雀店が赤字ザラザラですってことはとても言えなかったです。あれが言えるようになったのは、さすがに、ね、1年ぐらい経ってからですね。1年ぐらい経って、実はうちの麻雀店は毎月100万以上の赤字ですと。で、銀行の融資ももう受けられませんと。借金も個人とか、それから他のね、金融カード会社、審判会社込みでもう空っ欠になっちゃったんですよ。だからネットビジネスに手を出したら、なんと1000万、2000万と1年で利益が出たんで、私は今ね、すごくネットビジネス入ってよかったと思います。そして他の事業者さんと、私と異業種交流会で名刺交換した皆さん、事業が苦しい方は絶対ネットビジネスですよ。絶対にアフィリエイト、そして YouTube をやった方がいいですよっていうふうなことをずっとお話していって、一部の方はセルフバックからブロガーアフィリエイトとかね、それから YouTube に進んでくださったってことになります。それから、かれこれね、8年ぐらい付き合いがあるんですけども、その異業種交流会で、付き合いのあった方が Facebook を通じてね、久保さんまだ速稼塾やってるんですねと。当時は忙しくってなかなか連絡できませんでしたけども、まだ教わることはできるでしょうかって来るんですよ。で、おかげさまで
そうなるとあれですよね、法人契約ですよね。おかげさまで、うん、で法人契約がここ何年かはドカッと多くてですね、一応速稼塾の入塾費用は30万でいただくんですけども、その他にね、YouTube の個別コンサル、企業コンサルっていうのをみっちりやらせてもらって、やっぱアクセスも取れますね。やっぱり会社の事業の中でその YouTube っていうのを入れるように、その会社のね、経理の方とか総務の方とかを一緒に計画して、私が企画書提案書を出してですね、その通りにやってもらうんですよ。で、出演するのは社員さん、やっぱ演技力とかも鍛えてもらったりとかね、で皆さんで SNS とかで拡散するみたいなことも戦略的にやっていくと、それは発注上がりますよね。だから半年先までの受注が埋まりましたみたいなことね、去年一昨年と続きました。今年もですけどもね、おかげさまで私企業案件も取れるようになってきて、今だったらね、その広島カモコっていう私の会社がありますけどもすごくいい会社になったんじゃないかなと、とてもじゃないけど麻雀の魔の字ももうやってないですけどね、まあ定款にいろいろ書いておいてよかったというところでございます。ということでね、今日はやっぱ失敗を使いながら成功していく、そして成功はなるべく皆さんのおかげだよと控えめに、こう発信していくことが大事かなと思います。そして圧倒的にうまくいったら、私は狙ってやりましたっていうふうな言い方に変わるんですよね。圧倒的にうまくいったらですよ。で、私はまあそこまで圧倒的ではないんで、今のところね、やっぱこう時期が良かったとかね、運が良かった、地方でやったから良かったと、タイミングが良かったと、テレビでもネオヒルズみたいな感じで、ネットビジネスっていうものがね、何なのか分からないけども、むちゃくちゃ稼ぐ若い集団がいるってことがブームになってたんで、とりあえず広島でネットビジネス、ヒルズ系といったら、あ、久保さんの速稼塾かなみたいなことでね、メディアも間接的に後押ししてくれましたしね、私も雑誌に出たりとかね、させてもらったんで、すごくラッキーだったですね。木を同じくして、堀江貴文さんが広島に来た時、私ね、サイン会に出ることができて、それから講演会に行くことができてね、まあ二言三言言葉を交わすことができたりとかしてね、まあちょっと思い出ですね、瞬間っていうのは。私も最もビジネス的にキラキラと輝いた時で、で、100万の商品が売れて、それから沖縄旅行行ったり、ハワイに行ったりとか、なんかね、ああ、なんかビジネスで成功してるわみたいな気がしましたね。で、私のビジネスの成功っていうのは、きっとそこではなくてね、自分。今みたいな感じなんですよね。隠居っていう形で、私が求めていたのは毎日ビジネスを一生懸命やることではなくて、この空いた時間を誰のために使うかってことをじっくり考えることなのかなと思いました。ただね、2021年にもうすぐなりますけども、そうは言っても私が稼ぐところを見せていって、稼ぎたいって気持ちに火をつけさせないとやっぱりいけないのかなと思いました。私の場合はどちらかというと年齢がね、40代以上の方が多いです。50代とか60代とか、最近ね、10代の若者も入ってくれましたけども、やっぱり私が、共感していただくとしたら、40過ぎて50近くになってネットビジネスで、悠々と隠居生活をしているっていうところなんだと思います。だからここをね、どうしてそういうことができるのか、そして50歳からどれを始めていいのかってことを、私はね、徹底的にこれからは、明後日からになりますけども、明日からか、まあ今日からですね、今日からね、アラフィフのための、成功ロード、サクセスロード、これをね、徹底的にやっていこうかと思いますよ。で、数年経ってね、60を迎える頃には、もうみんな本当に素晴らしい、老人になるというか、老人って言ったら今60歳怒られますけども、私はね、老益って言葉にまとめようと思うんですよ。老害ではなくて、全く逆の老益って言葉ね。年を取れば取るほど、世のため人のために余裕を持って接することができると。自分の生活をいっぱいいっぱいじゃなくて、若い者にね、道を開いてあげる、旧世代の掃除がしてあげれるような、そんなね、年の取り方したいなと思います。気がついたら私もね、10年経ったら60ですよ。もう嫌になっちゃいますね。いつまでも若いつもりでいたんですけどもね。ということで本日は以上です。いってらっしゃい。